はい、先日のゴーンさんの記者会見なんですけども、まあね、あんなの見てもしょうがなかったとか、あれはね、なんか自己弁護してるだけだよっていろんな意見はあると思いますけども、私なりの見解をお伝えしようかと思います。私が拾ったのはゴーンさんのやっぱりね、頭の良さっていうか切り返しの上手さですね。まずは日本のメディアを締め出して、限られたメディアしか入れてこなかったのはなんでですかっていうふうな当然の質問しますけども、ここでゴーンさんはもうね 100% の回答してるわけなんですよ。これはねすごいなと思いましたね。で、次なんですけども、他の質問でですね、こういうのもありました。例えばこれは私編集には挙げてないんですけども、どんな方法で日本から出てたんですかとかね、本当に楽器ケースから入ったんで、楽器ケースに入ったんですかみたいなことを皆さん聞きたがってますけども、これそんなに重要ですかね。これどうでもいいことじゃないですかね。まあ興味があるとしたら、そういった何ですかね、外務省とか税関の方がね、セキュリティ高めるために必要だってことはありますけども、私たちやじ馬からするとこんなことどうでもいいわけなんですよ。で、大事なのはどういう方法で逃げたかっていうことではなくて、なんでそうせざるを得なかったってことじゃないかなと思うんですよね。それからレバノン政府に対してもいろんな方がね、質問されてます、疑問を持たれてます。レバノンっていうのはそもそもその法治国家たるべきものではないんではないか、公平性を欠いてるところではないんですかっていうふうに質問されたときに、ゴーンさんはまたね、素晴らしいお返しをしてるんですよ。レバノン政府っていうのはすごく有能な人材が揃ってるんで、あなたのレバノンは腐敗してるんじゃないかっていう意見は、それは同意できないですよってことをお話してるんですよね。これレバノン市民嬉しいですよね、こんなこと言われたらね。うん、で、最後なんですけども、西川社長が出てきてね、なんであの程度のことってなんだよ、レバノンに逃げて言うことか、あの程度の拍子抜けするようなことは日本で言えばいいじゃないかみたいなこと言ってますけども、そうなんですよ。日本で言えないような、そんなね、あの程度のことですら私たちに知らされてないっていう現状がまさにね、恐ろしいことなんじゃないかなと私は感じるんですけど、皆さんいかがですかね。それからね、法務大臣の方も記者会見で言われてました、言われてましたけども、記者会見と言いますかね、公開の場で、言われてましたけども、カルロス・ゴーンさんがどんなことを言ってもね、不法に日本からレバノンに出て行ったってことの、そのね、正当化はできないって言ってるんですよ。で、まさにその通りなんですよ。それはゴーンさん自身も、私はね、そういういい方法で国を出てきたわけじゃないですよって、それについては分かりますっていうふうに言ってるんですよ。だからそこじゃないんですよ、論点は。そこまでして、出なくてはならなかった原因ってのは何なのかなってことをね、やっぱり私たちは見ていかなくてはならないんですよ。うん、だからね、発言っていうのは、だからなんかこの、すごく妙だなと私は思うんですけどもね。国外退去した方法については、それは違法性は強いということなんですけども、それまではどうだったんですかってことなんですよ。で、これに関して安倍総理もね、言われてました。どういうことを言われてるのか真意は分かりませんけども、それはね、会社の中でやってくださいと、わざわざ私たちのそのね、行政とか関わんないでくださいと、検察を動かさないでください。それは警察が介入することではなくって、会社の中でやり取りして、まあそのカルロス・ゴーンさん罷免すればいいでしょ、文句があるんだったらみたいなことなんですよ。そういうふうな内輪の騒ぎを、こんな国際間の問題までね、して、レバノンとの摩擦を強くするようなことしないでくださいみたいなことなんですよ。で、結局、私の考えでは、ね、ゴーンさんの主張の方が正しいと思うんですよ。で、ゴーンさんが西川社長をはじめ多くの方の陰謀を企てたとされる方をこう追及するのは、本当にね、レバノンに行かないと言えなかったということだと思いますし、そこでですね、やっぱり西川社長とか前社長とかね、結構ね、こすいことしたと思うんですよ。私はね、私は何の証拠もないですけど、私なんての認識なんて甘いですけども、そう思うんですよ。そう思った時に、その国益を損なうようなね、株式の、その株主さんの利益を損なわせるようなことまでして、自分の保身がしたいのかっていう、そんなね、せこい人間が会社のトップに立ってていいのかなって思うことで、会社は追われたのかなと思いますし、そして追加するならですね、日産の社員さんにインタビューを取ってる場面がありますけども、そのカルロス・ゴーンさんに好意的な人のインタビューっていうのは報じてないんですよ。で、そういうのが、ビデオがあったと思いますけど、わざと報じてないわけなんですよ。というふうに私はうがった見方をするんですけども、これも私のね、一意見ですから、皆さんはどうお感じでしょうかということでございます。それでは、失礼します。はい、まずはこの質問なんですけども、小学館さんが質問してますよね。これについてゴーンさんはどう答えるか、客観的であろうとするメディアだけが選ばれたのですと言って、小学館さんをね、持ち上げてますよね。で、他のメディアってのはプロパガンダ、警察と検察ですか、ここと組んでるよということをお話しています。なかなか秀逸な答えだと思いませんか。小学館さんは既得権益に、屈してないよというふうに、これも持ち上げてるわけなんですよ。次の質問もとってもいいですよね。レバノンの司法制度って腐敗してると思いませんかって聞かれた時に、ゴーンさんは、いや、そうではないでしょ、レバノンの人は有能なんですよと。
そして腐敗っていうんだったらレバノンっていうのは真っ先に浮かぶ国ではないと思いますよ。あなたの判断違いますっていうふうに切り返してます。すごいですよね。そして次の質問なんですけども、日本政府関係者については答えなかったってことなんですけども、それはまあ当たり前ですよね。こんなことをやっぱ言えば大変な摩擦になりますから。で、専門家の方も答えてますけども、この方はねちょっと違う見解なんですけども、やっぱりねこの場で言うことではないかなというふうな気は私はしますけどもね。そして蔡霞前社長なんですけども、この方が言われていることに、まあね、その程度のことだったら日本で話せばいいじゃんって言ってますけども、そうなんですよ。ここに一抹の恐ろしさを私は感じるんですよ。この程度のことですらやっぱりね公開するチャンスを与えられなかったっていうことがまさに恐怖なわけなんですよ。で、蔡霞社長はね拍子抜けしたって言いましたけども、この拍子抜けするようなことですら私たちは日本でゴーンさんから知らされることはなかったっていう現実がここにあるわけなんですよね。なんでこの程度のことすらレバノンに逃亡してまでね、何十億もかけて逃亡してまでこの程度のことしか報道できないのか、言うことができないのか、日本のやっぱりね情報管制といいますかね、司法制度のやっぱ闇っていうのをここに思い知ることができるんではないかなと思いますけども、あなたはどうお感じでしょうか。